大谷智久は、兵庫県出身の元プロ野球選手、宇藤右内、岡山県新見市生まれ、小学生の時に、神奈川県横浜市のエデン、ブランチーズでソフトボールをはじめ、大阪府の茨城市立清涼中学校在学時は、軟式野球部に所属し、大阪大会優勝。法徳学園高校に進学後は2年春からエースと、 なり、尾崎久也らと共に3年時には、第74回選抜高等学校野球大会に出場して、西村健太郎、白浜優太郎を擁する広陵高校、砂賀秀樹を擁する浦和学院高校、谷哲也を擁する鳴門工業高校などを破り、優勝。自身は、初戦から決勝戦までの6日間で5試合を全て、完投した。夏は、兵庫大会決勝で、 坂口智孝を擁する神戸国際大府高校を破り、第84回全国高等学校野球選手権大会に春夏連続となる出場を果たすも1回戦で浦和学院高校に敗れた。高校卒業後は、早稲田大学スポーツ科学部に進学し、野球部では1年春からリーグ戦に登板。2年次以降は主戦閣となり、リーグ戦、 通算51試合登板、18勝8敗、防御率1.79、202奪三振の成績を残し、4年春には最優秀防御率のタイトルを獲得した。社会人野球のトヨタ自動車に入社後も1年目から、公式戦で登板し、都市対抗野球大会と社会人、野球日本選手権大会に3年連続で出場。選手権大会では2007年、 2008年と2連覇して校舎では最優秀選手賞を受賞し2009年の第80回都市対抗野球大会では準優勝して優秀選手賞を受賞2009年のドラフト会議でロッテから2意指名を受け契約金8000万円年俸1500万円で契約し入団背番号は同年引退した小宮山悟がつけていた14に決まったなお 同僚の小木野隆はロッテから、中澤正人は東京ヤクルトスワローズから、それぞれ一位指名を受けた。2010年4月23日の福岡ソフトバンクホークス戦で、リリーフとして、プロ初登板。同月25日の同カードでは先発した川越秀隆が、負傷降板した後を受けて2回途中から、ロングリリーフし、パシフィックリーグの新人で、最初の勝利投手となった。 2011年は開幕一軍入り、当初はロングリリーフで高騰した。その後、ビルマーフィーの離脱等により5月31日の東京ヤクルトスワローズ戦で初の先発マウンドに上る。以後先発として起用され、7月2日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で先発初勝利を挙げた。しかし8月半ばからは打ち込まれる場面が目立ち、9月4日以降は、 再びリリーフに配置転換される。結局、先発としては15登板で3勝9敗、防御率4.21、ホイップ1.36と振るわなかったが、救援では19試合に登板し、防御率1.11、ホイップ0.84と優れた数字を残した。2012年は4月19日に一軍昇格すると、ロングリリーフやビハインド時の救援として登板する、機会を多く得た。 7月以降になると、谷間の先発も6試合こなすなど、フル回転した。2013年は、開幕からで遅れ、ナルセの登録抹消を受けて4月5日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で先発するも3回途中6、失点と打ち込まれ、その後も、精裁を欠いたピッチングが多く防御率は6.99だった。2014年は中継ぎとして開幕1軍入りを果たす。 当初はビハインドでの登板が主だったが、マスダ・也の不調により中盤からセットアッパーとして起用されるようになった。抑えの西野勇士と共に勝利の方程式を担い、チームトップタイとなる23ホールドを記録、防御率も1.94と高成績を残した。2015年は前年同様、西野越なくセットアッパーとして活躍。失点と防御率こそ、 前年より悪くなったが、自己最多の56試合を投げて53奪三振32ホールドで3勝も挙げた。2016年も開幕1軍入りを果たしたが、3月25日の日本ハムとの開幕戦に登板した際に腰を痛め、奈良市の市内の病院で検査を受けたところ、腰椎椎看板症で全治3週間と診断され翌日に出場選手登録を抹消された。 5月に一軍復帰を果たした。この年は32試合に登板し13ホールド、防御率3.45だった。2020年は一軍登板がなく、11月9日に戦力外通告が公示された。現役続行の意思を示し、12球団合同トライアウトには参加せずに連絡を待ったが、オファーは来ず、2020年12月14日、 現役引退と育成投資コーチ就任が発表された。最速時速1 4 8トル平均球速約時速1 3 8トルの速球にスライダーカーブフォークボールを投げ分ける。相性は他に。アマチュア時代から伸ばしても似合わず、寝癖直しも面倒という理由から自分のバリカンで散髪しており、海坊主と自称する丸刈り頭がトレードマーク。 社会人時代の監督である、川島勝次は、カッとなることがあるが真面目。高校時代の監督である、長田雄二は、努力の子と評している。俳優の森山未来、格闘家の長島自演をつゆ一郎と、宝徳学園高校の同級生である。小さなサイズのありが苦手。節目の記録、ありがとうございます。